まだの外ではリング売り、声を枯らしてリング売り、きっと誰かがふざけてリング売りの真似をしているだけなんだろう。テレビはサムサレ、画期的な色になり、とても見にくいな声、グッと魅力でこんな作りすぐ消えた。ヘイ、苦しなサムソンは記録的なもの、凍えてしまうよ。毎日吹雪かばりの世界。誰かが指切りしようよ、僕と指切りしようよ、軽い嘘でもいいから、今日は一日張り詰めた気持ちでいたい。はい、コーヒー。いや、おい、コーヒーは僕に絡んで、動きが取れなくなれば、みんな笑ってくれるし、僕もそんなに悪い気はしないはずだよ。大丈夫だ、ハッタ。そうだ、流れてゆくのは時間だけなのか、涙だけなのか。毎日吹雪かわりの世界。いや、ふぅ、最高だ。いいね、ください。みなさん、いいねください。人を傷つけたいな、誰か傷つけたいな、だけどできない理由はやっぱりただ自分が怖いだけなんだな。その優しさそこに胸に入れている人はエスカのウィルショーでも笑うつもりで頑張ってるんじゃないのかい。ないのかねえのかい。震えているのは寒さしたいだろう、怖いんじゃないよね。毎日吹雪かわりの世界。はい、あ、すいません、コロッケ一軒ください。僕も一曲ください。はい。どうもありがとうございます。ありがとうございました。なんでこの曲をチョイスしたんですか？この曲は人を傷つけたいな、誰か傷つけたいなっていう歌詞があるんだけど、みんな誰か傷つけたいって思ってるんだけど言葉に出せない。そういう気持ち今の時代にね、ぴったりなんじゃないか。って思っちゃったみたいだな。すいません、ケロッケください。あなた、はい、セロテープ貼ってますよ、ね、貼ってました。それは、清水明さんですよ。明、はい、さんからもらったセロテープ。あ、そう、セロテープ。テープがですか。ずるいですか。ちょっとすいません。はい。あなた何やってる？あれ、ちょっとすいません。何やってる方でしょうか。あなたはミュージシャンじゃないんですか？ちょっと、私は陽水です。私も陽水です。あなたは陽水です。普通の声。普通の声普通の女性の声。すいません、無理やりやらせてしまってごめんなさい。もうちょっと寄せてもらった方がありがたい。ありがたい。もう一回行きましょう。もうちょっと簡単ですからね、この感じ。私は陽水です。私も陽水です。あなたは陽水です。普通ってこんなに素晴らしいんだって。傷つけたいですね。傷つけたいね。こういう人傷つけたいねってみんな思っちゃうところ、みんなね、ドレスでド M なんですね。それが人間の心理、本性なんです。それが氷の世界。傷つきましたね。傷つきましたね。これ普通って。
って傷つくんですかね、やっぱりね。またお会いしましょうか。またお会いしましょう。さよなら。さよなら。